私の場合は好きなことに集中をしてフォーカスを持ってやって、あまりこのネガティブなことに気を捉えられないようにしてます。なんか一生懸命あっという間に日が暮れてしまったんで、ただ夢中でやってたという感じ。北海道で育ってるんで、とっても忍耐強くて我慢強いと思います。いらっしゃいませ。これはタラバガニといいます。ノルウェーからのものですね。私は北海道の名寄生まれで旭川育ちです。小さい時からカニ類は食べ慣れてるんで大好きです。見た目はもう小さい時から見られてるんで私は怖くないですけれども、初めて見た方たちは怖いと感じると思います。茹でるよりスティームをした方がカニのフレーバーが楽しめるっていう感じで、私はスティームの方が好きです。でここにたくさんお塩を入れて、入れすぎてもしょっぱくならないんで大丈夫です。ちょっとここからフレーバーを塩の下味がつけばいいっていう感じなんですけれども、下味はカニを茹でる時だとか、私の場合は今日蒸しましたけど、ちょっと塩を入れてあげるとちょこっと塩下味がつくんですけれども、茹でる場合はお水の 10% か 18% ぐらいお塩を入れて、そうするともっと塩味がついて、塩味をつけると甘みも出てくるという。タラバガニだとかカニ類が、海のカニ類は下に落ちてきた遺体だとか、フレッシュな小さいお魚だとか他の小さい生き物たちだとか食べて育ってます。だからある面でカニ類は海の底のリサイクルをしている生き物だと思います。タラバガニ3本の足しかない、3本プラス爪2本しかないんですけれども、普通のカニは4本足があって爪があります。というのはタラバガニはヤドカリ系の種類なので、カニと言われてますけど本当はヤドカリなんです。5パウンドぐらいですね。で足はもう身がパンパンに詰まってます。で足全部広げるとこういう感じですね。随分1メーターぐらいですか。こんな感じです。前掛けと言います。前掛けのこの中の部分も濃厚なんですけれども食べれます。それでその飯の場合はこの中に卵を持って育てるっていう感じですね。これはオスです。でこの全部のこの内臓脳だとかこういうジュースは取っといて、後で茶碗蒸しを作るようにします。フレッシュなカニだと殻にこう身がくっついてしまうんですよ。それでそれを丁寧に取らないとバラバラになってしまって、この丁寧に取るのが難しいですね。割と魚の方が簡単です。お腹すごく空いた時にはこれ一つ食べれると思います。カニ大好きですから。これは車エビで沖縄から入ってきてます。で来た時は箱に入ってまして、生きてますね。ライブ車エビです。車エビは今の時期シーズンの時はプリプリしてて感触が良くて、おいで甘みもあって美味しいですね。こちらに来たのはもう30年
38年ぐらい前ですね。それから一応学校行きたかったんですけど、母親になってしまいまして、それからシングルパーレンツになってしまって働かなきゃいけなくなって、それからレストラン関係始めました。その当時は英語も全然喋れなくて、日本食の店しか働けない感じで始めたんですけれども、ウェイトレスから始めて、それで何年後くらいに寿司職人、毎日作ってんの、あ、なんかすごく綺麗だなと思って、覚えたいなと思って聞いた時に、これは伊勢海老です、ローカルサンフランシスコ近くのサンタバーバラから取れたものです。伊勢海老は日本の三重県というところで取れるので、そこが一番有名で、それで伊勢海老と呼んでます。もう生きてたんですけど、生きてるんですけれども、冷たい氷水に5分ぐらいつけておくとおとなしくなってさばきやすくなります。あんまり暴れてる時に暴れさせて切るとちょっとかわいそうですから、大丈夫だと思うんで苦しまないでください。伊勢海老はメインロブスターとエビの中間ぐらいだと思います。メインロブスターだとか伊勢海老、エビ類は頭の方に内臓だとかいろいろ入ってます。尻尾の方は身だけになってます。皆さん教えてくれた方たちは皆さんいい方たちだったんで、別に嫌な感じはなかったですけど、時々お客が女性の作ったものを嫌だとか、そういう方がいましたね。あんまりそんなに考えずに、それはそれでいいんじゃないっていう感じで、あんまり気にしないようにしてました。もうそういう方たちはいませんけど、女が作った寿司だから嫌だとかそういう方たちはいませんけれども、でも残念なことをしたんじゃないかなと思います。あ、これはおこせです。三重県の方から入ってきてます。おこせ is living in the bottom of the ocean, so they have a little bit tiny leg. おこせはみんな見ると怖い顔をしてますね。それで見た目は悪いですけど、とっても美味しいお魚です。おこせというのはここのところに毒が入ってまして、もし刺さった場合は冷水につけて、氷水につけて毒を抜いて、吸い取って毒を抜いて、それでライターかなんかで傷口を刺さったところを焼いて、それで毒を吸い取って処理をしないとちょっと大変なことになります。モントレーからのローカル伊勢海老です。寿司バーはもう 100% 男性の世界だったんです、その当時は。沖縄産クルマエビです。でも私が働いた当時はほとんど 99% の方たちは優しく、厳しい時もありましたけれども、よくしてくれました。ノルウェー産のタラバガニ、足の部分です。
三重県からのおこぜで、おこぜの肝をチリ大根とグリーンオニオンを乗っけました。いろいろいろんな方たちから教えてもらったんですけれども、教えていただいた方たちには本当に感謝をしております。ありがとうございました。いろいろ教えていただきまして。